はい、どうも、伊藤です。さあ、今回はね、FIFA 19やってきました、ついに。はい、通常版だったんでね、ちょっとね、プレイするのが遅かったんですけど、皆さんより。僕もね、ようやくできますよ。さあ、今回はね、キャリアモード、初めてなんですよ、実は。あ、嘘です。17の時にやりました。18はやってなくてね、今回19でね、まあ、せっかくね、こうやって実況をやらせていただいてんでね、やろうかなっていうことなんですけど、今回はね、まずはね、選手のね、ご紹介していきましょう。木本イータでございます。はい。なぜ木本かっていうのは、まあ、僕の動画見てくれればわかるんですが、まあ、単純にあの、カードキャプターさくらの木本さくらが好きだからということで、木本ってしてるだけなんですけど、背番号はね、やっぱりね、あの、11番がいいね。うん、6月24日、私の誕生日です。背番号11、なぜか、フォワードです。トップ。狙いたい。ターゲットマンだけどね、一応。さあ、そして、何よりもね、今回のね、動画の趣旨としては、164センチ、50キロ。まあ、なんということでしょう、この体格。利き足ちょっと迷ってんだよね。利き足右にしようかな、左にしようかなと思ったけど、まあ、右にしようかなって、普通に。メッシが、身長いくつだっけ？メッシ身長で検索。あ、でもメッシも170なんだね。へぇ。じゃあちょっと待って、サッカーで一番背低い人って誰だ？へぇ、マラドーナーも164とかで、ジョビンコも64。へぇ、お、モラレス。モラレス59センチ。ブオナノって。へぇ、57センチだって。なるほど。でもやっぱ日本人はね、だいたい164が多いよね。そう、あの中島翔也もね、164みたいで。さあ、ということでね、私もね、そういう選手になれるようにね、頑張っていきたいな。ということでね、やっていこう。うん、やっていこう。なぜ、浦和レッズか。僕が単純に好きだからです。二十歳か。コンピューターの強さは、レジェンド。で、試合時間は一応10分にしております。あ、こっからか。はい。じゃあやっていきました。トレーニングはね、基本全部シミュレートでやっていこうかな。あ、なかなかいいんじゃないですか。さあ。あ、マイプロ。目標、あ、わかんねえ。さあ、まずはね、スタメンに選ばれるかどうかなんで、選ばれたね。ごめんね、コウロキさん。さあ、初戦はね、ジュビロ磐田ですよね。まあ、イータとして、もちろん、プレイさせていただきます。木本イータ、いきます。ちなみに実況名は、イースラーです。シーズン開幕を前に、この厳しいトーナメントを制するのは、どのチームでしょうか？おー、あれだー！グループステ今日は浦和レッズ。ちょっと待って。一応ここね、ゲームプレイ調整も一応全部、初期設定でやっていきますよ。他特にもないな。僕はトレーナーまずつけないんだ。当たり前だけど、タイミングフィニッシュもオフにしております。そんだけ。よし、やっとこう。レッツゴー。さあ、このね、レッツがね、世界に羽ばたいてね、俺はバロンドールを取るんだ。攻撃的な343ですね。おい、違うだろ。俺はトップなんだ。ゴールを決めなきゃいけないんだ。こちらが先発メンバーです。ああ、ごめんなさい。まだある。取れるって。来たよ。ボールが足につきません。ルーズボールだ。いや、まだあるよ。いける。俺のね、俺はね、昔サッカーやってたから、サッカー脳だけあるんだよ。ダメじゃん。ちょうだい。来た。うん。身長が低い。痛いね。痛いね。ぶつけられるね。さあ、どう来る？ファー、俺はファーにいるよ。中央にクロス。落として。俺かーい。華麗なスルー。こっから、高精度。
ここから打つ、入らない。いやー、164センチは低いな。164センチのストライカーだよ。もう日本人がなれる。カットしました。華麗なスルー。なぜ俺に当たった。入った、入った、ゴール。デビュー戦ゴール。どうな、見ましたか。畳みかけたいのではないでしょうか。ここからすべて、これが伝説の始まりだよ。あ、今思ったけど再スタないんだな。再スタないんだ。これ再スタじゃないよ。再スタで決めたかったね。ねえ、ねえウイレさん、ねえウイレさん、よこせ。よこせ。さあデビュー戦からね、見事ねゴールを決めた。いや、これぞストライカーだよ。将来バロンドール取る男だよ。この活躍見ればわかるでしょう。俺ね、一応ね、サッカー、海外サッカーだとね、プレミアでリバプールがね、ひいきなんですけど、好きなんですけどね、ファン。だからね、将来的にはね、リバプールにね、行ければなっていうのが、まあ一番なんですけど、まあ一応キャリアとしてはどうなのかな、バルサとかね、レアルとかもちろんそういうねところにも行きたいけど、やっぱちょっとリバプールでね優勝したいってのもあるよね。 CL 優勝、まあ、そうだ、リバプールで CL 優勝したいね。ああ山田ひろき、やばいんじゃない、やばいんじゃない、やばいんじゃない、危ないね。俺はトップだぞ。コーナーからからからコーナーからシュートは入るか。日本のレベルじゃねえ。なんだ今のボレー。来た。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。外。いいパスだ。俺トップなんだけどね。サイドを崩してチャンスを作った。俺パサーになっちゃってるよ。まあ、実際俺パサーなんだけどね。ゲームは結構パスがうまいってよく言われます。青木拓也、うん、イスラ、オッケー、青木拓也、いやー厳しいな。飛び出してボールを拾う。もう前半終わっちゃうな。前半、後半だ。パスでした。これはスルー、来た来た来たからの切り返してスルー。もっと外に行こうよ。前に出しました。俺か投げんの。プレイ奥、奥だって。おーおおおすげえすげえ。いやそれはもう、いやもうすごいね。いや今のはすごかった。いやー考えつかなかった。ダイレクトだよ。最高のコースを狙いました。なんだこれ、うますぎる。いやーやーべー。さあいつ出す、いつ来る、いつ来る、来た。ここで一回出し、これはもったいない、ちょうだい。ナイス、いいパスだ。武藤勇樹、俺がパス要求したんだけどね。青木拓也、イスラ、空いてる、来たからの俺が外、おいファブリッシャー、ファブリッシャー、そこは俺がさ外に行くからさ、狙うとこだったでしょ。おい、トラップが、うん、あ勝った、あー痛い。へい、ナイス、俺のパス要求をナイス、ここでスルー、ナイス、俺を起点としてるぜ。どうだ、勝利の女神は我々に放映だようだ。俺だよ、俺がさ、あれ、俺がいない。もうね、ここでね、スルーを選択するという、もうファブリッシャーも息は合ってる、最高、さすが、見事な決定力です。ここで俺に来る、一回ちょっと出して、ここでスルー出してもらう。こっちだよ、
俺が前に来ればいいのね。おい菊池大輔、痛い、足引っかかった。山本浩介、惜しいな。もうちょっとスピードがね、牧野智明上がればねいけるんだけど。おお、繋がんじゃね、これは。俺がダイレクト、追加点を狙った。ここダイレクトで決めたらかっこよかったな。まあそう簡単にはいかないよな。すいませんでした。おおおおおお、俺だ、俺にくれ。痛い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 、やめて、怪我やめてくれよ、怪我やめてくれよ。ああ、よかったよかった。もういきなり怪我やめてくれよ、デビュー戦から。サイドを崩してチャンスを作った。俺のパス要求、ここで決められた。バブリッシュ決めてくれよ、そういうとこや。がついてしまうかもしれませんでしたからね。ボールはエリアへ。このコーナーは手前でディフェンダーに当たってしまいました。ニアにね、思いっきりニアに行ってほしかった。さあさあ、一個落として、いいねいいね、クラッシュ。中村俊輔が突破を見せる。あ、そっか、俊輔10秒か、今忘れてた。そう、僕はねサッカー始めたのはね、中村俊輔選手のね、影響なんですよ。まあやっぱりあの同じ誕生日6月24日なんでね、憧れましたよ。よくフリーキックは練習しましたよ。もう見事なまでにバーに当てまくるよねっていう。それがパスはカットされました。それが特技、バーに当てるのが特技みたいな。4、5連発でバーに当ててたからね、俺の全盛期は。青木拓也、いやファブリッシュ、そこで起きた。あー、ごめんねファブリッシュ。さあどこに出す、俺広がったよ。引っかかった。イスラ、ファブリッシュ痛いよ。いやー、俺置いてかないで。チームへの活性化となるでしょうか。ここにちょうだい。中に入れた。おお、ファブリッシュ、俺のパス要求を見事に奪い上がって。ディフェンダー対応しきれていませんでした。ファブリッシュ2点目、対応が一瞬遅れましたね。いやー、いいね。キックでしたね。まあでも俺が起点だからね、俺が要求したんだからな、俺がゲーム作ってんだよ、分かってか。を見せてくれましたね。ウェーイ、そもそもジャンプしない、反応しないっていうね。オッケー、イスラ、おい、武藤勇樹。ああ、無理か。あ、でもまだあるよ、まだあるよ、まだあるよ。オッケーオッケー。お、残念。山本浩介。さあここで思い切り開いてる。さあ中央に私がいますよ、いますよ、いますよ。いつ来る？しっかりつなぎますね。あー、強いかー。まあ惜しいな。俺パサに徹しちゃってんの本当に。俺トップしたのが良かったから、ポジション今一杯でも変えられる？おい、いいね。やーべー、クソ試合だわ。やばいな、俺が攻撃の起点になりすぎちゃってる。やーべえ、あれヌルギーだったか。さらに勝利に近づきました。ヌルポ、完璧な試合運びですね。いやー、相手を完璧じゃん。しています、敵高や。いやー強い。さあ評価もね 8.5 となかなかいい数字を残してる。もう1点決めたらもういいんじゃない。来た、イスラ、一回戻す、これ青木拓也で。ああ、そうくる。登録心臓、いや、これ中にいた方がいいな。こともできます。あー、惜しいね。それ繋がったら最高だよ。俺が落として、まあ、落とすことしか考えてないな、決めること考えてない。あ、来た、いいパスとは言えません。パス、ちょっと一回落と、あー、そっちじゃない、次のこと考えてた。うん、うえー、でスルー出して決めてもらう。俺かい。俺かい。さあさあ、これ上げる、大丈夫、終わった。さあデビュー戦見事勝利圧勝、私のね開幕戦、開幕戦じゃないな、デビュー戦初ゴール、見事にね華麗なね
デビュー戦を飾りましたよ。圧倒的な存在感を見せつけました。俺だよバースグローリー。あ、またスターメンだ。ありがたいな。頑張りますよ。ちっこ、あ、待って、もう能力一つ上がってた。やったね。この厳しいトーナメントを制するのはどのチームでしょうか。まずは私だ。ステージを突破したいですね。さあ行くぜ。一回待っとく。ああ惜しい。なんで来る、ここでここで来るか。なんでそういう厳しいとこパスしてくるかな。ここでハーフ、ひどいな。沖拓也、興梠慎三、オッケー、イスラ、一回受けて、ここちょうだいよ、こっちだよ。なんでそっちなの。ここはインターセプト、ナイス。これはもうこっちだ。はい、興梠、なぜ俺なんだよ。ボールはゴール前へ。お、怖い。俺がパスよくする前にさ、出すんじゃねえ。勝手に反応しちゃうんだよ。へ、あー、そこ落とさないんだ。チャンスを狙っています。マイナスのボール。俺関係ねえ。デコイランだ。単なるデコイランだ。いい位置にいると思うんだけどな、個人的には。青木拓也、イスラ、もう俺だよね。絶対俺だよね、今の。もう終わりだよ。これを防げばもう終わりだよ。あ、来た。はい、来た。はい、さよなら。終わんないの。よし、ここでホイッスル。見事な勝利を挙げました。今日の試合、チームは僅差で勝利を収めました。福西さん、緊張感。いや、10分でレジェンドなんだよな。うん、合ってるな。なんでだろうな。はい、という感じで、この調子でね、世界でね、羽ばたいていこうかなって思ってますよ。まあ、という感じで今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。アストレイゴー。